県内は各地で雨が降っていて、山形地方気象台は省内ともがみで土砂災害などに注意するよう呼びかけています。本州には前線が停滞していて、県内は各地で雨が降っています。鶴岡市荒沢では、今朝6時20分までの24時間降水量が106ミリと、5月の観測史上最も多くなりました。 この雨は、明日昼過ぎにかけて断続的に降り、一時的に強まることもありそうです。気象台は、庄内や最上で大雨による土砂災害や洪水・強風に注意するよう呼びかけています。